ピーター・グリーナウェイはイギリスの映画監督である。1942年4月5日、ウェールズのニューポートで生まれた。幼少期から画家を志し、美術学校に通った。その後、映画に転校した。1962年、初の短編、デソーブ・センチメントを制作。1965年から中央情報局に入り、記録映画の編集を行った。 その後も1960年代から1970年代にかけて20本近くの短編を制作して評判になった。1980年初の長編ザ・ホールズを発表、英国映画協会サザーランド杯受賞。1982年英国式庭園殺人事件がベネツィア国際映画祭に出品され世界的に評価された。 1985年の図からその独特の作風が定まり、1988年の数に溺れてはカンヌ国際映画祭で芸術貢献賞を受賞した。1989年のコックと泥棒、その妻と愛人では色彩表現を極め、今日ではクリーナウェイの代表作として知られる。1996年には ピーター・グリーナウェイの枕ソーシを日本で制作し、シッチェス・カタロニア国際映画祭でグランプリを受賞した。近年は映画だけでなくインスタレーション作品や小説も発表している。1998年にはベルリンで開催された巨大規模のオペラ、コロンブスを手掛けた。2014年第67回英国アカデミー賞で英国映画貢献賞を受賞した。 その弦楽趣味、独特の構図、難解なストーリーなどから一部に圧倒的な支持を得て、世界中にファンが存在する。音楽は代表作のほとんどをマイケル・ナイマンが手掛け、そのミニマリズムと相まって他に類を見ない存在感を持つ作品として知られる。図では、裸体が品質するため、日本での公開当時は多くの修正が施されたが、 現在入手できる媒体では、その修正は取り除かれている。ありがとうございます。